はい、菊蔵です。今回は大学生の K 君と、久しぶりに稽古をしました。多分3回から4回ぐらいしか今まで稽古したことないんですが、彼のイメージは、出花が早く、小手を出花後手、あるいは返し胴、抜き胴、逆胴なんかも得意で、胴技がとても綺麗というイメージです。ですので今回は相手のペースではなくて、彼が構えを作るその前に打っていく、合気を少しずらす形で、彼と稽古をさせていただきました。彼としたら、もっとじっくり来るんではないかと思っていたと思います。そこのところをあえて打ってきたところはすぐ打ち返す、あるいはいろんな技を出してみる、出ようとしたところは剣を殺す、あるいは相手がじっくり来ようとしたところを私がスッと入って、打っていくといった感じでやりにくかったのではないかと思っています。やはり彼の圧力もありますので、左手を上げてしまう、防御の構えをしてしまうことがありましたが、なるべく手元を上げないように稽古して、まっすぐ打ち抜けるように意識しています。この後彼が多分返し胴を打とうとしているところがあると思うんですが、それは、もう読んでいました。なのですぐ打ち返しています。若い方と稽古するととても考えることが多く、勉強になります。それでは年の差35歳の稽古をご覧ください。